どうもお疲れ様です。今回はですね、この竹内力さんの新作欲望の街ですね。なんかその南の帝王のイメージがむちゃくちゃついちゃったんで、その他のドラマってのはなかなかね、私もね見に行く気がしないなっていうところはあるんですけども、今回はね南の帝王のサイドストーリーというか続編というか、まあそんな期待を込めても遜色ないような形の作品になってるそうです。正確には見てみないとわからないんですけども、まああの漫談金融のねイメージそのものにセットされてるんではなかろうかと思いますね。その第1話が Unext で独占配信されてるということなんで、私もね Unext でこの番組絶対に見ていこうかと思います。まず第1話が26日か27日、7月26日に配信されるんで、ここでね欲望の街第1話を見ようかなというところですね。タイトルの欲望の街は竹内力をイメージした南の帝王の同名主題歌から取られたもの。今シリーズでは殺人罪により9年の服役を終えた男が暴力ではなく、法律で悪を裁いていく様が描かれるということなんで、まあ南の帝王とは直接関係がないんですけども、まあでもね懲役から帰ってきて今度は自分のね知恵法律で世の中をこうね世直しをしていこうという感じですかね。まあ金の力もあるのかもしれませんけども、あの竹内力のドスの効いた声がまた聞けると思うとなんとなくワクワクしませんか。はい。で、ここにね CM 用の動画があるわけですけども、それはもう皆さんそれぞれご覧になっていただきたいと思います。以前からまた大阪で作品をやってほしいという声が大きかったのですが、 SNS を始めて、さらにダイレクトに多数のコメントが届いて、久しぶりに大阪を舞台に作品をやろうと思ったということなんですよね。はい。ということでね、じゃあ Unext をお得に入るためにはどうすればいいのかってことをこれからお話していこうと思います。ポイントサイトモッピーです。切り替えます。はい。こちらがですねおなじみのポイントサイトモッピーなんですけども、このカテゴリーの中から、動画ですね、こちら動画サービスを選択して、そうすると Unext 31日無料試しがあるでしょ。私もこの度31日の無料試しでこの2000ポイントをね2000ポイントいただいちゃおうと思います。さらにさらにですよ、申し込むとなんと Unext から1000円分今いただけるんで、都合3000ポイント、つまり3000円がもらえた上で最初の1ヶ月は無料で視聴できるということなんですね。はい。で本日登録すると8月19日まで無料なんで、十分夏の間を楽しめるかなっていうところです。まあ Unext ではねその他の番組も結構更新されてますんでね、そちらの方も一緒に楽しんでいけるんではなかろうかと思います。さあ、じゃあモッピーの方でねまずアカウントを作って Unext の登録をしていきましょう。ちなみにそのモッピーの登録されてない方は、動画概要欄に登録の URL をね残しておきますので、そちらをクリックして始めてください。さらにさらに300円お得なお話です。紹介コードも下につけておきますから、プロフィール欄を作るときにね、アカウントを作るときに、その紹介コードを打ち込んでください。そうすると、最初からプラスアルファで300ポイント、つまり300円分あります。都合、3300円ゲットした上で、最初の1ヶ月が映画が無料ということなんでね、これ見放題ですからね、もうこの機会はぜひ利用していただきたいと思うわけですね。ではお疲れ様です。